サルテーニャ・サルテーニャは、ボリビアで、主に朝食に供される、エンパナーダの一種。小麦粉で作った生地で、牛肉や鶏肉を細切れにしたものなどの具材をくるみ、オーブンで焼いたもの。大きさは10センチメートル前後で、形状は餃子に似ている。ボリビア南部のタリハが発祥であるが、現在は、アンデス地域を中心とした、全国各地で食されている。特に、コチャバンバ、スクレ。 ラッパスでは人気が高く、早朝に公園や道端で作り立てを販売しているが、正午までには売り切れていることがほとんどである。ボリビア以外ではアルゼンチン、ブラジル、ペルー、チリなどでも販売されている。生地は小麦粉に、鶏卵、砂糖とラードを混ぜて作る。このため、黄色い。焼く際に表面に卵を塗って、艶を出すこともある。 具材は地方や作る人によって変わるが、次のものが入ることが多い。オリーブの字以外はいずれも数ミリから1センチ程度の大きさに切り刻んでおく。これらにパプリカ、クミン、オレガノなどの香辛料を入れて茹で、塩、砂糖、酢などで味をつける。ゼラチンを溶かして具材に加え、一度冷やして塊を作る。厚めの生地で具材を包んでつなぎ目をつまんできっちりと、 閉じ、オーブンで焼き、温かいうちに食べる。この際、ゼラチンが中で溶け、サルテーニャをかじると、汁がたっぷり入った具材が出てくることになる。好みに応じて、具材にアイアマリージョなどの辛い香辛料を使ったり、逆にレーズンなどの甘いものを入れることもある。フワナマヌエラ・コリーティ・ボリビアの歴史家である、アントニオ・パレデスカンディアによると、 アルゼンチン人作家であるフアナ・マヌエラ・ゴリーティによって1900年代初頭に作られたのが最初のサルテーニャである。彼女はアルゼンチンのサルタ州で生まれ、フアン・マヌエル・デロサスの独裁を逃れて家族と共にタリハに移り住んだ。彼女は貧乏に苦しんだが、当時ヨーロッパにあった総菜パンを真似たものを作って売ったところ大変人気が出た。サルテーニャとはスペイン語で、 サルタ出身のという意味の言葉であるが、ゴリーティの作ったパンは、サルテーニャという愛称で親しまれた。なお、ゴリーティは、後に、マヌエル・イシドロ・ベルス大統領と結婚した。ありがとうございます。